こんにちは、兄です。今日もドラえもんチップス開封していきたいと思います。今日の助っ人はフランケンなんですけど、でかすぎて入りません。はい、フランケンです。フンガー。さあ、今日こそ、静香ちゃん来てほしいな。それでは一袋目。せーの、静香ちゃん。カラーの静香ちゃん。ああ、静香ちゃんじゃない。42番。タコジャイアン。これ持ってないな。で、裏面こんな感じで、写し、ぼくろ。そして、もう一枚は、16番。車掌ドラ。あ、これ持ってますね。静香ちゃん出ねえなぁ。二袋目。のザン静香ちゃん、おー来たー静香ちゃん。でも違う、これ静香ちゃんじゃない。28番ドラポスト、これドラえもんカテゴリーのやつですね。おー静香ちゃんかと思ったのに。裏面シールを1枚剥がして代用シール。そしてもう一つがシュランスネオ、47番です。お、スネオ3枚目だ。裏面は、ほんわかキャップ。ちょっと嬉しいな、スネオ。よーし。しかしまだ静香ちゃん出ません。3袋目。せーの、はい。静香ちゃん。いやー、違った。違ったけど、43番。標本ジャイアン。なんかすごい。乱暴な動物。日本産。裏面はこんな感じで。標本最終箱。もう一枚は、25番。化石ドラ。これも結構シュールな感じですね。ドラえもんが化石になっちゃってる。裏面はこれ。あ、タイム風呂敷だ。今日はカード6枚で、すべてノーマルでした。初めてかもしれない、全部ノーマルって。だんだんちょっと欲が出てきますね。今までは何が来ても嬉しかったんですけど、今静香ちゃんが欲しくてしょうがないっていうね。それでは次の動画でまたお会いしましょう。